昨日、富士山では山岳遭難が相次ぎ県外から来た登山者2人が警察に助けを呼んでそれぞれ救助されました警察によりますと昨日午前11時ごろ富士山の富士宮口8合目付近で大阪府の50代の女性が下山中に転倒し動けなくなりました女性は転んで動けなくなったと自ら救助を要請し 山岳遭難救助隊が担架で富士宮5合目まで運び病院に搬送されました女性は右足首を骨折している可能性があるということですまた午後3時半ごろ山頂付近では富士吉田口から登山した埼玉県の40代の男性が体調不良となりました男性は自ら警察に通報し山岳遭難救助隊によって助け出されましたが低体温症と見られています 昨日の富士山山頂付近の平均気温は3.2度で霧が出ていて視界が悪かったということです警察は登山の際は事前に天気予報を確認してほしいと呼びかけています